ヘンリー・ジョージ・リデルヘンリー・ジョージ・リデルは、イギリスの古典文献学者、辞書学者、教育家。LSJ、リデル・スコットなどの通称で知られる、古典ギリシア語辞典の編纂者として、現在もその名が知られる。ルイス・キャロルの、不思議の国のアリスのアリスのモデルになったアリス・リデルは、娘。リデルは、ダラムのビンチェスターに生まれた。チャーターハウススクールを経て、1830年に、 オックスフォード大学クライストチャーチに入学し、1835年に修士の学位を得た。翌年からクライストチャーチの指導教師になった。この時期にリデルはロバート・スコットと共同でギリシア語辞典を編纂した。フランツ・パッソーによるギリシア語、ドイツ語辞典を元にして1834年に作業を開始し、9年以上をかけて編纂された。 初版は1843年に出版されたが、その後も改訂を続け、この時点の編纂がリデルのライフワークになった。リデルが没するまでに8版を重ね、版ごとにその内容は大幅に拡張された。この時点は後に、ヘンリー・スチュアート・ジョーンズらによって改訂され、1940年に第9版として出版されている。1838年から、 クライストチャーチのギリシア語講師を務めた。1846年ロリーナ・リーブズと結婚し、同年ウェストミンスタースクールの校長に就任した。1855年にクライストチャーチの学寮長の職に就いた。同年名誉進学博士の学位を得た。1891年に退職するまで学寮長を36年間務めた。1884年に エディンバラ大学の名誉法学博士、1893年、オックスフォード大学の名誉民法博士の学理を送られた。1898年に、アスコットで没した。著書には、上記の辞典の他に、古代ローマ史とその学生部家宿役版がある。ありがとうございます。